ございます、本日はですね、今からデート Vlog を撮っていきたいなというふうに思います。で、今から難波に向かうわけなんですけど、まあ、毎回毎回なんで難波やねんっていうところやと思うんですけども、今ですね、実は僕今一人で向かってて、嫁が難波で松江区してるんですよ。で、その松江区したついでにこっち来るって言われて、で、僕はええわ、俺行かんとこわって言ってたんですけど、なんかその後ちょっと買い物したくてって言われて、あ、じゃあしてきたらって言ったら、いや、プレゼントって言って、誕生日プレゼントこの間買ってへんから、ちょっと見たい服屋さんもあんねんなって言って、だからお金持ってきてって言われて、結局財布買いって感じなんですけど、なので今から難波にいてる松江区が終わった嫁と合流して、でちょっと昼飯食べて服買いに行くっていう流れになるんちゃうかなというふうに思います。もちろん僕は何も買わないですけど、まあ、なのでついでにちょっと動画でも撮ろうかなと思ってデート Vlog が開始されました。では財布くんは難波へ向かいたいなと思います。行きます。はい、それではナンパ着きました。もうすぐそこのファミリーマートで嫁がもう待ってるみたいなんで、多分合流したらランチに行くとは思いますが、ねえねえ何食べるって多分言われると思うんですけども、まあそうか、松江区かったから、でねえねえこの松江区どう思うって言われると思いますが、もうすぐそこに多分いてると思います。いてた、どんな反応するか。よ、何その格好。チャラ。よよ、やだ、すごい恥ずかしい。危ない。大丈夫？大丈夫だけど、まあとりあえずどうする？あ、ご飯行こうよ。ではあれから昼ご飯食べて、次はスニーカー探しの旅です。じゃん。はい、それではスニーカー見てきました。結局いいのはあったんですが、サイズがなかったんでネットで買って、また自宅に届きますね。で、それをまたレビューするんだよな。まだわからん、するかもしれん、うん、レビュー動画な、嫁蔵の何の情報も知識もない、ただの靴の紹介、うん、いいですよね、これしかないよな。で、次は、セットアップを見に来たんか、はい、服な、君の。だから俺はちゃんと仕事やらせてもらってるけど、持つ係と、あと財布係ですよね。そうか。では行きましょう。平日の昼間の堀江はこんな感じです。ガラーン、どこ行くんやったっけ、結局。ああ、セレクトか。ここもちょくちょく来てたよね、昔、教員時代。ああ、後ろが熊や。もうスニーカーは見やんでいいもんな。動物のさ、行きたいよね。カフェな。君アレルギーだから勝敗でないから行けないけど、うん、俺外で待ってるわ、その時は。ほんならお目当てのセットアップ見に行こう、うん、この辺とかもしゃれてんな。君買い物もないね。ないね、本当に見つからんかな。うん、見つからなかったね。まあまだ今が3時ぐらいか。まだ3時、もう疲れちゃったよ。だから天王寺に移動して、うん、君のセットアップ見に行って、うん、そこでなかったらもう完全なしや。ネットでめっちゃ高いやつ見つけよう。メタックのカード出てる時にこっそりシュッて。で、最近どっちかって言ったら寿司屋さんもさ、うん、トキ寿司もうまいけどさ、うん、トキ寿司よりも好きな寿司屋さんあるよ、うん、それが天王寺にあるな、うん、そこ行ってみるわ。いいよ、行きたい、行きたいよ。でもな、ちょっと疲れちゃったからな、空いてたらね。その時の気分によって、うん、とりあえず買いに行こうか。でもかといってさ、その時間で5時じゃん、きっとオープンが、うん、
それまで例えばさ、もう疲れちゃったってなって4時半だとするやん、あと30分じゃん。だとしてもさ、家帰っちゃもういいや、でも疲れたから家帰ろうってなってもさ、家帰ったらご飯作んないといけないじゃん。だったらよ30分かなんかしたいよね。結局食べたいよねってことだよね。何が言いたいのか分かんないけど、帰ろっか、行こっか。切って。いいよ、帰ろ。それではあれから買い物とかいろいろ行ってきましたが、残念ながら見つかりませんでした。で、4時に買い物が終わって、で、今から行く寿司屋さんが5時からやって、あと1時間どうするって言ったんですけど、なんかスムージーを飲んで過ごしました。で、今からは、半年ぐらい前から行きだしたか。いや、もっと前だよ。いや、年末やもん、君は。そっか、年末からめちゃくちゃ行ってるよな。そっか。っていうハマチがうまい寿司屋さんですよね、うん、寿司屋というか居酒屋というか、でもハマチがうまいのはとにかく、うん、そこに行きたいなと思います。はい、行ってきます。かな、並んでるかもな。お、並んでないやん。営業中って書いてんで、聞いてみたら。いっぱいいるよ。ほんまや。ほな、すいませんって言って。いや、どうでしたか。いや、めちゃくちゃ美味しかったよ。うまかったな。腹いっぱいってんな。全然食わなかったもんな。うん、あのさ、スムージー飲んだし。あー、そっか。あの、俺今日一番うまかったのはな、コーンやった。コーンの天ぷら。何がうまかった。コーンの天ぷら。何、一緒かい。ほな、ちょっとこのまま家帰るか。これここで締めとってもいいけど、君恥ずかしいやろ。恥ずかしい。全然恥ずかしいことあらへんねんて。まあ、一旦じゃあ帰ってから閉めとこうか。入ります。行きます。この人過ぎてから行く。はい、いいよ。はい、では帰ってきました。今日はいつも通りお買い物をして、最後においしい、おいしい、おいしいだって、おいしいご飯屋さん行って、充実した一日となりました。エンディングは卓造さん出ないみたいなので、私で終わりたいと思います。では皆さん、今日も見てもらってありがとうございました。完璧。